94ページの1番、15キロある道のりを時速 x km 行くときに y 時間かかると、このときに y は x に反比例することを確かめなさいという問題ですね。そこで、この y を求める式を作ってみると、y は、これは道のりを速さで割ったりので、x 分の15はこういう式になります。これはあの y 反比例の式に当てはまっているので反比例式。これを説明として書くのであれば、y を x の式で表すと、先ほど言ったように y イコール x 分の15。これは比例の y イコール x 分の a という式の形になっているので、y は x に比例する。